意見見てくれましたか皆さん。いいな研究所、いろんな企画やりたいから、まだ入ってない方はぜひ入ってください。今日めっちゃお姉さんじゃない？お姉さんだよゆき。お姉さん。みゆはちょっと幼い？なんか落ち着いたよね髪色で。そう。あ、トシさん、クマありがとう。ジュンさんありがとう。お姉ちゃんだよ。もこもこ。これゆき今日めっちゃ可愛いでしょ。うん、みもそういう服欲しい。この季節だから着れるんですよ。もこもこもついてるし、肩も出てるし。確かに。あ、クソジジイありがとう。ちちちちちいるのありがとう。ちょうどいい。これぐらいの髪色が好き自分。明るいのより暗い方が好き。今まではね、暗くしようと思っても暗くならなかったんですよ。だからね、ここまで暗くなれて嬉しい。これぐらいが好きです。私はブルーさんありがとう。みんないないよ。しかもピアスの下久しぶりに。かわいいでしょハーリップ2。かわいい。これね冬っぽい。右と左で違うんだけどね。左はこんな感じ。右は今してない、見えないからいいかな。ゆでんさん、くまありがとう。下よさん、右はね、ありがとう。くるくるちゃんありがとう。ちち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 こんな感じ。みゆとゆきが姉妹だったらどっちがお姉ちゃんだと思う？え、ゆきでしょ。え、絶対に。でも性格はみゆだよね。こんな感じ。左とねちょっと違う。眉毛は染めてない。うるちゃんありがとう。可愛いでしょ。久しぶりに。そう、小島春菜さんのブランド可愛い。あかりんさんのさブランドのさアクセも可愛い。クソジジありがとう。ちち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 ちこんな感じ。ありがとう。ピアスね、普段はねあまり私服の時はつけるけど、うん、普段からつけてないから。あ、ゆずきくまありがとう。新しいファンありがとう。この前オンライン来てくれてたよね。ありがとう。アベルさんくまありがとう。毎日つけてないから下がっちゃうんですよ。だから毎回つけるたびにこじ開けてます。北海道ファミ雪なんだって。そうなんです。キヨマサさんありがとう。なんだっけな、なんか話そうとした。何忘れちゃった。あ、そう、最近ねユキとリップもね、鏡もお揃え。あ、確かに鏡も一緒、ね、ジルのやつ。そう。玉林さんありがとう。ありがとう。お腹空いた。まあ、お友達行きたい、ぜひ来てください。まあありがとう。ちち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 ち。あとね、あのシュープレさんの方で、うん、あの私の連載企画でインタビューとか YouTube に載ってるので、はい、ぜひ見てください。すぐさ外したら下がっちゃうからさ、なんかもういっかなって思って。筋ありがとう。あ、スイカの種さんかわいい。ありがとう。見たよ。ありがとう。あとなんかシュープレさんのゼロゲージってどんくらいなの？結構デカめなんだっけ。おーさん、クマお気に入り登録みたいなやつできるらしくて、ミューしてくれたら嬉しいなと思います。ありがとう。ゆなりさん、クマありがとう。なんか紙面っていうか、今日のリップはいいアイドル。紙面じゃなくてそのウェブの方のやつ。写メ会楽しみ。アンジョさん、ひろゆさんありがとう。楽しみのあの方でなんかお気に入り登録みたいな。セザンヌ、これめっちゃ可愛い。で水島美優って登録できるらしいので、それもしてくれたら嬉しいなと思います。釣りバカ浜ちゃんありがとう。雪の声が小さすぎるんだよ。美優でかすぎるんだよね。雪が小さい。対局戦ねえねえ、ゆでんさ交互に来てるんだけど大変だ。DD はDD。 あ、ひろよしさん、くまありがとう。なんか一曲歌おうよ。いいよ。じゃあジェイキも声張ろう。ハート型ウイルス。ハート型ウイルス。
いいよ。みなちゃんありがとう。じゃあハート型ウイルス歌います。変な子がいる。クリッピーさんありがとう。じゃんけんの人っていう覚えてます。待って、いつもじゃんけんしてくるんだもん、違うレーンから。あ、釣りバカハマちゃんありがとうね。いいの、でっかい方、でっかい方、でっかい方つかないの、ね、一緒に歌う、これでいいよ、交互で。ね、暗い方が絶対似合うよね、私だよね。どっちが好き、明るい方が好き。うーん、なんかどっちもいいから、そのなんかその時にやる。そう、どっちもいい。じゃあどっちの私も楽しんでもらえたらいいなって思います。冬はね、暗いのが好き。確かに。夏どっちがいい。え、どっちだった。ゆきは左の人、はじめはピンタの人。あ、みえ、そっちじゃない。あ、え、じゃあちょうどじゃん。確か。クソジジイ、クソジジイ、クマありがとう。あれあれ、これはね、アッシュパープル、紫っぽいよね。そう、紫っぽいの入れました。ラベンダー入れた。懐かしい。よくやる。公演中もよくやる。仲良くならないつもりだったのに。大変大変。マイクお忙しいなの、なんか1個しか充電なくてさ、もしかしてその足元は。絶対にありえないそう思ってたのに、なんだか私あなたのことが好きみたい。キャー、橋本エリコ登場。あ、見えない、好きみたい。あ、いなくなっちゃった。あ、エリコ、あ、え、いろいろ消えた。何、もう事故。ありがとう、みんな、ミラーボール。どうですか、歌成長してますか、ハート型ウイルス。ね、確かに、あの、ま、あの前よりは多分上手くなってる。なんか声量が出るようになった気がする。あの頃めっちゃ声量なかった気がする。声量出ない。今もないけど、あの頃よりは。やりたいな、全然ハート型ウイルスもう一回やりたい。いや、オカビとプライドやりたい。確かに全然やってないね。え、全然。あれさ、2人だったからちょうどよかったのにと思って。全座やりたい。全座やりたい。自分が出るときにやりたい。なんかだって自分が出ないときだとさ、全座の待ち時間めっちゃ長いんだもん。でもオーバーチャーの間に着替えなきゃいけなくなるよ。確かに。じゃあオープニングは出ないで。やば。いや、じゃあその着替えの間待ってって。じゃあオープニング衣装で全座やります。いいね、やりたい。なんか歌いたい。アボカド、アボカド、え、アボカドむずいんだよね、高くて。いちご、バナナ、あ、しめぞうさん、いちごが言えなくて、みゆいちごってさ、ずっと言ってき育ったの。いちご、バナナ、アボ、いちご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 ってなってた。でもめっちゃさ、あのアボカド、ずっと歌ってるからさ、吸うタイミングがなくてさ、ね、めっちゃあれ難しすぎてびっくりした。めっちゃ高かった。でもハート型ウイルスはもう一回やりたい。
かけた。あ、ひろよしさん、みゆさん、音量ない方でいいよ。音量ないっていうか出ないんだよね。もう一個の方も出るよ。出るじゃん。出たね。これは？これも出る。あ、本当だ。あ、出るやん。出た。あれ予約したよね、みゆ。びっくり。番しか歌えない。エリコ踊ってた。エリちゃんよく覚えてるね。全然覚えてなかった。すごい。やってた。懐かしい。懐かしい。花金今日金曜日。今日金曜日か。あと1曲なんか歌ってやめようかな。ちょっと話してなさすぎる。君と僕との関係。いけるかな。高いけど。君を好きぜ。やってみる、うん、え、高いよ多分。感想までいかないか。1番しか歌えない多分。歌えるかな。僕の全然、ね、見たことある人もいっぱいいそう。どっちがいい。どっちでもいい。めっちゃ高いよね君と僕の関係。え、高い。もう高い。これ18期すごいね。ね、めちゃ高い。めちゃ高い。パチパチパチ。高い。ちょっと高い音苦手。でもね、前よりね。誕生日の夜やばい。誕生日の夜覚えてない多分。前より高い音歌えるようになってきました。ちょっとずつだけど、まだね全然無理だけど。誕生日の夜なんかやる？波サップ。波サップ？え、誕生日の夜。波サップなら雪踊れる。さあ、なんだっけ。踊れない。あ、踊れる。あ、クソジジイありがとう。なんで？クマ。あ、みつきクマありがとう。なんで？カベルネさん、ゆうきさん、うるちゃん、ね、待って、消さないで。消えちゃった。みゆの命、ライトがないと。あ、ゆうなんかいつも、みたいな後ろ向いてるやつ。どっちもあるかもみゆ。これ君の頬に涙サプライズがずっとやりたくてやったことないんですよ。みゆ、そう、これで初めて歌番組出たから思い出の曲。あ、クマさん、ありがとう、ありがとう。あのね、あの小学生くらいの時にこれだけ覚えて踊ってたんだけど、実際やったことないの。さっきさ、ラブ修行出てきて歌いたくなっちゃった。やる？うん。急にカラオケ配信になってた。気づいたの。みゆ歌いたかった今日。あれ歌いだし。ありがとう。さっきイケネラブ修行のね、確かにクイズが出て歌いたくなっちゃった。ね、にありがとう。難しかったよね制作画像。イケ見てくれたんですか。全然当たらなかった。あれないっけ？そう、一回もやったことない。よく歌えたね、ありがとう。嬉しい、歌えて。やった。歌いたかった、いい件からずっと。すっきりみたいな。かわいいけど、あれむずいらしい。みつき、ありがとう。チーズに歌う？歌えるかな。あれも高そうイメージ。なんだっけ。私を選ぶ。じゃあ、なんだっけ。私を選んでください。クラス。あ、ゆいちゃんやったよ。ゆきもやった。あ、ゆきもやったっけ。メドレーのやつでやった。あ、そうか。ゆうさん、くま。スクショタイム。じゃあ今しちゃおう。ありがとうございます。今日何日？今日は18？ 16？ 18だよ。今日18。じゃあ、みこも歌う？何を？なんか。エリコといえばあれなんだよね。何っぽい。あれ大騒ぎでは
らないの。オッケー。なぎさチェリー、うん、チェリーチェリーめっちゃさ大きい高いよなあれ。やる？いいよ。あれがいい。やんないの？何っぽい？ガラスのアラベー。ゆずき、アッシーさん、ありがとう。さあやりたい。やりたい。ね。でももうさやる機会さ。作るんだよ。EKに入って。みんなが入ってくれたらコンサートができるって。確かにチャンスね。え、じゃあさ3人でさ、うん、ガラスの選びえやりとでさ終わりにしよう今。いいよ。え、歌えるかな。やりたいけど。スクショタイム18 18さ3つ同時に使えるの。じゃあみそっちでいいよ。歌えるかわかんない。よく聞くけどさ、歌えると聞くは違う。確かにうちも歌ったことないわカラオケとかでも。18スクショタイム。これユキからもらった服なの。あ、めっちゃ前に、それなんか1ヶ月さ全部集めたらいい感じになりそう。確かに。18日え、いつの人が作ってくれそう。 1,2,3,4 え、やってるよユキかなかな。え、2分47秒しかないよこれ。かなかな。あ、マサさん、クマリン歌えないかも。みゆ近くに。じゃあ終わりにしよう。終わりにする。さようなら。ラブアツの御飯で歌ってもらえば。あ、そうしよう。みんな歌わり一緒じゃん。え、ほんと揃っちゃうじゃん。ほんとだ。ねえ、マジで2番の歌わりがめっちゃ消え、なんかみゆたちだけ消えそうな声でなんかみんな元気じゃん、他の子元気なのにさ。ゆーっいきなりさ静けさが。でもさ逆に夕日が沈むとか言ってもさ、まあ、確かにね。確かに。おってなる。でもあそこだけ異常に声がさ。でもうちらなんか多分声似て、ミュウはエリちゃんと歌声似てるねとも、ユウキとも似てるねって言われたことあって。マジ？そう。だから。じゃあこれで終わりにします。終わりにします。じゃあどうする？どこ歌いたい？じゃあどこでもいいな。うん、じゃあ 1,2,3 あ、なおやくさん、くまありがとう。いい歌で締めくくりです。いいね、夏が終わりました。夏が終わっちゃいました。今冬、次今は秋めいています。バイバイ。ということでライブランキング、じゃあゆき先読んで13位、みつきありがとう。12位、したゆうさんありがとう。11位、しめぞうさんありがとう。10位、ゆたかにいさんさんありがとう。9位、ひろよしさんありがとう。8位、としさんありがとう。7位、ゆずきありがとう。6位、ゆうじあかつあかつかさんありがとう。5位、ゆでんさんありがとう。4位、まささんありがとう。3位、クソジジイありがとう。2位、スイカの種さんありがとう。1位、おおさんありがとう。ありがとう。では水島の方も行きたいと思います。どうやって見るんだ、ここだ。金木犀の香りね。いきます。15位みつきありがとう。14位じゅんさんありがとう。13位みずみんのゆうきありがとう。12位パンチョありがとう。11位クリンピーさんありがとう。10位つりぼかはまちゃんありがとう。9位下ゆうさんありがとう。8位うるちゃんありがとう。7位ゆきんこさんありがとう。6位ゆでんさんありがとう。5位ゆたまるありがとう。4位ブルーさんありがとう。3位かんありがとう。2位クソジジイありがとう。1位はカベルネさんありがとう。ありがとう。クソジジイ。ということで突然の配信でしたが、みんなで歌えて楽しかったです。またお礼配信とか予定立てられたらするので待っててください。クソジジイ気に入ってる。クソジジイということで初めて来た。クソジジイ。クソジジイ。今日はいい件だったので、あのちょっと短めにしてみましたはい、ということで終わりにしたいと思います。ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。また見てね。バイバイ。また明日。切ります。おやすみなさい。